江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうも、ご視聴ありがとうございます。今回もですね、ケイコの小さなニュースの詰め合わせ、ミニニュースのコーナー行ってみたいと思います。まず1本目。今日はね、ちょっと少なめです。はい。まずね、中国、インド、日本がなければ大変なのだということで、何言ってんだと。原料、医薬品自給も15年ぶり最低値ということで、もうね、日本がいなきゃ生きていけないって言ってるんですよ。うん。生きていけない。じゃあちょっと見ていきましょう。原料医薬品の国内自給度が15年ぶりに最低水準に落ち、解決法が必要だという声が出ている。で、中国、インド、日本の原料医薬品輸入額は総輸入額の 60% に達するということで、で、このように低くなった自給度に製薬業界の懸念が高まっている。コロナ19時期のように海外国家が原料供給量を大幅に減らせば、保健医療安全保障が揺れることがあるからだということでね。まあそんな感じでね、なんかもうべったりらしいよ。まあ順番は、こんな感じです。本当に中国、インド、日本の順番で、警告は依存してるということですね。まあ自分で作れないですからね、ゼロから。はい。じゃあ次行きたいと思います。次はこちらでございます。旭日旗って書いてあるんで、あれなんだろうなーって思ったんですよ。まあ、ポルノはちょっとまあ、今日は話しませんけども。で、これ何かというと、渓谷で、こう、ゲーム配信で有名なグローバルプラットフォームのツイッチ、これが撤退しましたよね。それで、それにかこつけて、渓谷のネイバーという IT 企業が、こうストリーミングのプラットフォームを新しく開設したんですよ。うん。で、そこで起こったことなんですけど、人気ストリーミングプラットフォームのスイッチが来月サービスを終了し、ネイバーが新規プラットフォーム、これね、チジックをローンチした中、最近旭日旗やポルノなど不適切な放送が議論になったって、ちょっと待てよおいなんで旭日旗とポルノがさ、同列に並べられて不適切なんだ？よくわかんない。何が不適切なの？全然不適切じゃないじゃん。なんか文句あんの？って感じです。これにより、ネイバー側は対策の準備に乗り出した。なんでよ、なんで？いや、ポルノはわかるよ。ポルノが不適切はわかるよ。なんで旭日旗が不適切なんだ？最近、チジックでは、ある女性ストリーマーが放送中に旭日旗が描かれた T シャツと日本国旗が描かれたヘッドバンドを着用して議論が起きた。それがこの写真なんですね。日本って書いてある。で、旭日旗か。おー。で、同ストリーマーは昨年、幸福節、まあ、渓谷の、なんだろうな。ちょっと渓谷風に言うと独立記念日的な感じかな。ああ、あれか。日本から解放された日か。の、幸福節の時に、他のプラットフォームでも、旭日旗を着て放送したことが分かると。別に何着てもいいんじゃない？なんか文句あんの？当時、プラットフォームから特別な制裁を受けていなかったが、だって別に問題ないじゃん。今回の件で、論議が浮かんで、自分が日本人であればいいだろうという発言もしたと伝えられた。日本人なんだ。ああ。はい。で、このチジックは該当ストリーマーの問題に接した直後、すぐに放送露出を中止した。バンしちゃったんだね。多分ね。で、これにストリーマーは他のプラットフォームに移り、同じ姿で放送を続けてるんだね。あー、なんで？ちょっと小一時間統一みたいね。なんで旭日旗ダメなんですか？正確に言ってみろよ。思いますけど。はい、じゃあ次行きましょう。こちら。次はですね、まあ、ちょっと別にそんなに面白い話でもないというか、まあ、へーって感じなんですけど、今ファミリーレストランとか、こう、
テーブルの上にタブレットがあって注文するじゃないですか。で、最近はそのテーブルで、例えばなんかペイペイ決済とかできるようになってるじゃないですか。なってきてるじゃないですか。ガストとか、スカイラグループか、とか。いや、私はしませんよ。だって、T ポイント使わないからさ。で、まあまあね、そのタブレットでもう会計まで済むような感じになってるところもあるじゃないですか。で、ケイコクさんでも、その、決済ができる、注文タブレットを、導入しようと。する動きが出てるんですよね。もちろんそれはあのケイコクさんの場合人件費がべらぼうに高いんで、ところがなんですよ。ところがこう普通にお店でお会計するときにクレジットカード切るときのあの会社あるじゃないですか。まあそれを受け持ってる会社、まあもちろん手数料取られちゃいますよ。でもこのテーブルのタブレット決済をやってる会社の手数料がレジの決済手数料よりの倍なんですって。で、2倍なんですって。で、そんで、こう、それを知らずにというかね、説明不足で、もう人がいなくて大変だから、つって導入した、渓谷の自営業者たちが、いやいや、こんな手数料、払えるわけないじゃんつって、不満が噴出しているという話題なんですよね。で、まあ、とある一例なんですけども、チキン屋さんを、まあちょっと字ちっちゃくても、あっちやっていきましょうか。チキン屋さんで席が、チキン屋を営むこの夫婦が先月テーブルオーダーを10台設置した。だからそんなに規模的には大きくないんだよね。で、以前より2倍近い手数料を払うことになったと泣きべそです。自営業社長、とても悲しいです。これで本当に一銭稼ぐのも大変な世の中なのに。やっと、鳥1羽売ったら8500ウォンなんです。850円、900円ぐらいだな。やっと1羽売って900円なんです。ところが、ね、食堂などオフライン売り場のクレジットカード決済代行は晩社というところが行います。売上規模によって手数料率が決まっています。しかしテーブルオーダーは一種のタブレットなので、オンラインやモバイル決済を代行する電気決済代行業者 PG 社が運営していると。で、これ値段がね、このチキン屋さんは月に手数料だけで40万ウォンもっと払うことになったということで。で、2倍ってことは、今まで4万で済んでた手数料が8万になったということなんですよね。それで、いかがなものかということで、まあ、こういう人たちが結構いるらしい。これで文句を言ってる人が。席、10台ってことは、テーブルが10台あるんでしょう。まあ、これはね、どうなんだろう。月4万でしょ。月4万プラスになって決済の時間が省かれるんでしょ。まあどうだろうね。売り上げ次第だろうけどね。はい、じゃあね、次行きたいと思います。こちら、次はですね、渓谷さんでね、最後の1枚ですけれども、今日の1枚行きたいと思います。渓谷さんでね、エビの煮じゃなくてということで、じゃあ見ていただきましょう。こちらでございます。ポン、タバコ煮でございます。エビの煮じゃなくてタバコ煮です。はい、ということでね、おや、何があったのかなとちょっと見ていきましょうか。食品マートで購入した2キロの国内エビの塩辛からタバコの吸い殻が発見され、論議になっているということで、で、著者の A 氏は、オンラインコミュニティで書かれたんですね。腹が立つ。急いで必要だったので、近所の食材マートで、この塩から2キロを買ってきて、器に移し、何かポツリと落ちた。A 氏が載せた写真を見ると、塩辛にを器に注ぎ込むと、塩辛の中にあった吸い殻が見える。これに対し A 氏は直ちに写真を撮って、マート側に知らせた。A 氏は、口頭無形で腹が立つ。
マートの担当者たちは謝罪するが、製造業者側は朝電話が来てぶっきらぼうな態度を見せていたので、目が覚めた後きちんと対応しようと午後12時にまた電話すると言って、切られたという。で、1キロだけ必要で減らしている最中に発見したので幸いだが、他のことでね、トラブルになったらゾッとするということで、国内メーカーがこうだから倒幕すると話した。国内メーカーだから損したんでしょ？そういう対応されたんでしょ？別にオタクの国内メーカー大した対応しないと思う。はい、ということでね、まあこれなんだろう。パーラメントって書いてあるのかな？ P で始まって最後 T で終わる。はい、というね、話題でございました。それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また